原子力規制委員会は柏崎刈羽原発で ID カードの不正使用や侵入検知設備の故障などテロ対策上の不備が相次いで発覚し、おととし4月、事実上の運転禁止命令を出しました。その後、東京電力に対して4000時間を超える追加検査を実施した結果、自主的な改善が図られているなどと判断し、運転禁止命令の解除に踏み切りました。今日の定例会見で花角知事は、県にも聞かせてもらいたいと思いますし、県の技術委員会が、柏崎刈羽の原発の安全性の確認作業を進めておりますので、技術委員会においてしっかり確認していきたいと思います。花角知事は、何らかの判断が示されれば県民への説明をお願いすることになると話しました。